日本の患者さんってね、こだわりすっごい細かいんですよ、超神回じゃないですか。こんにちは、美容整形ちゃんです。今日はビスポークサロンの室先生、超名医の先生がコラボしていただけるということでお願いしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一緒に対談をさせていただこうと思うんですけれども、患者目線の意見とお医者さん目線の意見って全く違うと思うんですよ。違うこともあるというか、でそれについて議論っていうか、私はこう思う、患者はこう思う、面白い、先生はこう思うっていうのを話し進めていけたらなと思います。ちょっと YouTube 慣れしてないのでよろしくお願いします。はい、お願いします。早速いきます。これでも普通に私も気になることなんですけど、鼻整形で使う軟骨の違い、私が鼻を整形した時って絶対に耳介軟骨だったんですよ。耳の軟骨を使って鼻先に入れるっていうことが主流だったし、なんかそれ以外聞いたことがなかったんですけど、最近はもうみんな鼻先には側軟骨を使うっていうことが主流になってきたのかなと思っていて、耳介軟骨を使うっていう先生もいるし、側軟骨を使うっていう先生もいるし、あとは韓国に行った時に腰の軟骨を使うって言われたことがあるんですけれど、槍なのか使う部位が変わっていった理由とか、先生的にどうなのかっていうのを知りたいです。昔から腰の骨、腸骨っていう骨だったりとか、あの胸の肋軟骨っていう骨、よく序軟骨って言われますけど、あれ肋軟骨なんですけど、肋軟骨を使ったりとか、あとは鼻中隔、鼻の軟骨、それから耳の軟骨あったんですけど、鼻中隔延長術っていうのが、まあ、流行りだした頃10年ぐらい前から始まってるんですよ。でその中で、まあ、日本で言うとですけど、この10年ぐらいで結構ぐんと流行ってきたんですけど、最初はやっぱり耳が一番取りやすくてダメージも少ない、傷跡もほとんどわからないし、それなりに高さが出るのでいいよねって言ってたんですけど、結局誰がその情報を発信したかで真実が変わってしまうんですよ。お医者さんがこれは本当はこうなんだよなと思っている人が多くても、誰か一人すごく発信力のある人が耳の軟骨は曲がるってやってしまうと、もう耳の軟骨は曲がるっていうのが事実になっちゃうんですよね。でこれってこの歴史の中でもずっとそういうことを繰り返してて、最初は耳の軟骨でやります、で鼻中隔軟骨は硬くなるから使っちゃダメだとかいう先生も結構いて、それも発信力のある先生がそれをおっしゃってたんですよね。鼻中隔軟骨の鼻の中の軟骨、そうですね、ちょうど両方の鼻の穴の真ん中のところにある下敷きみたいな、この鼻を支えてるメインの柱になるんですけど、これを中だけくり抜いて取るっていう方法が鼻中隔の使い方なんですけど、それを使うと実は曲がりにくいってことが分かったりする。そういう歴史があって、耳の軟骨から鼻の軟骨に行って、それからもっと鼻先を下げたいとか前に出したいとかで肋軟骨が流行ってきたっていうのが最近だと。そうですよね、こういう鼻先をギュンって前に出すのが流行ってるので、アップノーズみたいな感じですか。そうですね、アップノーズもそうですし、思い返すと多分5年ぐらい前までは矢印鼻流行ってたんですよ、はい、で矢印鼻にみんなしたくて、それは当時の有名な雑誌とかのモデルさんだったりとかが矢印鼻だったりとかで人気が出たんですよね。その時はやっぱり耳の軟骨だとちょっと弱かったりとかすることもあって、鼻の軟骨だったり肋軟骨っていうのを使ったりとか、そういうふうな、まあ、歴史の流れがあるという感じです。なるほど、はい、ってことはそのなりたい形によって耳を使うか、肋軟骨を使うかとかっていうのが変わってくるんですか。そう、実際はそうなんですよ。で、僕はそういう研究してるんですけど、本当は肋軟骨でやるのが一番簡単なんですよ、マジで簡単。簡単っていうのは言い方がちょっと雑ですけど、高さを出すのでより硬くてしっかりした軟骨がいいに決まってるので、例えば2階建て3階建ての一軒家建てるのと違ってマンションを作るときでっかい支柱立てますよね。そういう考え方でいくと、やっぱり高いものを積もうとするとやっぱり柱はしっかりしてなきゃいけない。なのでみんな肋軟骨なんですね。で肋軟骨を使う、喋りすぎて気になるそうそうそう、でだから結局その建てる建物の高さによって軟骨の、種類を変えていく。これはもう美容整形ちゃんおっしゃる通りで、耳の軟骨が2階建て 2.5 階建てだとすると、鼻中隔軟骨は3階建て、アパートぐらいまで建てられるから、でまあちょっと低層マンションとかマンションを作るんだったら肋軟骨みたいな考え方でやるのがまあ一般的なんです。なので肋軟骨を使うのは簡単なんですよ。肋軟骨を使えば何でも作れるから。なるほど、土台がしっかりしてるからってことですよね。いやそうなんですけどそれにはやっぱり弱点もあって、はい、自分はそれでなぜ研究してるかというと、何でも肋軟骨っていうのはやっぱり一番しっかりしてるので、なんだけど中には鼻は確かに高くなったけど全然ガチガチで動かない、
うんうん、それって結構嫌がる人多いんですよね、うん、やってみないと分かんないですね。みんな画像をビフォーアフターだけしか見てないので、やってみて初めてなんか鼻すごい硬いんですけど、その時にじゃあ肋軟骨じゃなくてもできたんじゃないのって思ったのが始まりなんですよね。なので同じ高さを積むのに肋軟骨を使っても、簡単に言うと5階建てのマンションを作るとして、はい、5階まで全部ぶっとい柱を立てるか、3階建てぐらいまではぶっとい柱にしておいて、先っちょが動くようにそこだけ別の柱を立てるかっていう、そういうやり方もあるんじゃないかと思って、それをこの3年ぐらいですかね、ずっと研究してて、今はだんだん多少動きがあって鼻先を作りながら高さもしっかり出すみたいなことをやってます。それこそより自然に作れる感じがいいですね。そう思ってるんですけど、まあ結局でもめちゃくちゃ高くしたい人ってやっぱり肋軟骨一択なんですよね、うん、そこはもう仕方ないと思うんですけど、ない人って欲しいじゃないですか。だからないものねだりでめっちゃ高くしたいって言うんですよね。一緒でした。あ、一緒、うん、当時ってことですか。もともと鼻先もなかったし鼻も低かったから、うん、なるべく高くしたい。それって結構前ですか。はい、結構前です。そこから何回ぐらいアップデートされたと思います。プロテーゼは私全部で5枚入れてるんですけど、うん、中隔延長は2回やってます。なるほど。1回目すっごい高かったんですよ、うん、目も高いんですけど、うん、だいぶこれでも低くしたんです。うんうん、入ってる軟骨の種類、こっちは次回の骨だけです。今もですね、はい、ああ、なるほどなるほど。ちょっと触ってみますか、はい、そうですね、このぐらいの柔らかさが欲しいんですよ。へー、そうなんですよ。面白い。これは、触ってみないと分かんないので、前そのなんかそのセミナーとかやった時に実際にその整形した方の顔を触ったりとか、うん、そういうことをしたんですね。やっぱりすごい反響が良くて、うん、やっぱり自分やる前にやってる人のものを触ったりとか、うん、まあ、見るだけじゃなくて、うん、やっぱりそのどうですかとか、何か不都合ないですかみたいな、そういう会が作れると楽しい。それめっちゃ参加するからその時は。え、楽しそう。確かにさっき先生がおっしゃったようにビフォーアフターの写真だけを見ることあるけど、人間って動いてるじゃないですか、うん、だから静止画じゃなくて笑った時とか動いてる時の感覚とか大事ですよね。これね、本当にない人は欲しがる、うん、太い人はめちゃくちゃ細くしたがるし、低い人はめちゃくちゃ高くしたくなるんだけども、実際にはですね、程よいっていうところの枠からギリギリ出るか出ないかぐらいにしておかないと、流行を追っかけすぎると絶対トラブル。本当それ思います。私も流行を追いかけすぎてやり直しやり直し全部やり直しました。でも今あの素敵ですからいいと思うんですけど、やっぱりその何回もできない人とかもいるし、うん、そこら辺を伝えるのってすごく難しい。面白すぎました。これだけで1本で先生っていうかカウンセラーさんの問題はわからないんですけど、日本と韓国の美容整形の料金はなぜここまで違うのかっていうことが結構みんな気になってると思うんですけど、例えば日本で鼻フルを整形したとしたら、最近だと大体200万円とかが相場かなと思うんですけれども、韓国だと安いところで初期だったら50万ぐらいかなだと思うんですけど、それってすごい金額違うじゃないですか。骨切りもそうだと思うんですけど、骨切りも韓国だったら全部で100万円とか100ちょいなのが日本で250万、300万、うん、しますね、はい、一つの理由としては価格破壊がだいぶ前から起こってるっていうのがあるんですよね、うん、ちょっと違う話になっちゃうかもしれないんですけど、簡単にその美容整形外科医になる道みたいな話をさせてもらうと、日本って医者であれば誰でもなれるんですけども、大学の先生たちっていうのは入ってこないんですよね。どっちかっていうと韓国と違うのはなんか割と日陰というか、こっそりみんな整形するっていう感じで、お医者さんも割と美容整形外科医っていうとちょっと日が当たらないというか、ラブ医者みたいな、そういう印象がある時代が長かったんですよね。なのでなりたがる人も少なかったっていうのもありますし、それと違って韓国は大学の先生たちが結構自分で開業しちゃったりとか両立できたりとかするので、当然枠がすごい広いんですね。眼科の先生とか耳鼻科の先生とかも美容医科の学会をやってたりとかして、いろんな科の先生が結構大きいその市場を取り合ってるんですよね、うん、なので当然そこはやっぱり価格破壊が先に起きてる。日本の場合は歴史的な背景で言うと割と高くてもやる人がいるからみたいなところもあるっていうのが一つ、うん、でも一番違うのはこれ多分患者さんたちも分かってると思うんですけど、韓国の患者さん、中国の患者さんと比べて日本の患者さんってね、こだわりすこれ細かいんですよ、うん、何を言いたいかっていうと、こだわりが強ければ強いほど満点取るのが超難しいんですよね。満点取るためにはいっぱい話を聞いて、こういう風にしたいよね、こういう風にはなりたくないよね、この人とこの人の間ぐらいがいいのね、うん、この人の何がいいんですか、
か、そういうことをいっぱいディスカッションしていって、自分のなりたい形を作っていくので、多分韓国に日本の会社さんが行くと、通訳さんがついて、こんな風に可愛くなりたいんです。OK、じゃあ大体このぐらいだねって、割と早くカウンセリングが終わると思うし、終わって、そうそう、この通りっていう風になった人ってあんまりいないと思うんですよ。いないとは言わないですけど、はい、なので、例えばカウンセリングに1時間かけて、手術が2時間だったら3分の1カウンセリングの料金本当は乗っかってくるじゃないですか、はい、なので日本の患者さんのレベル高い。これはもう日本人のそもそもの性格ですよね。そうです、性格だし意識高い、世界的にもすごく高いと思う、うん、その良い悪いじゃなくて、うん、こうなりたいみたいな欲求とそれがどれだけ叶うか、レストランとかカフェとかどんなサービスを受けても多分日本のサービスって結構最高峰だと思うんですよね。一番かどうかわからないけれども、海外に長く行ったからわかると思うけど、割と雑に扱われるじゃないですか。適当ですね。適当ですよね。で、適当で普通だから別にそれはそれでいいんだけど、日本人って割とちゃんとしたサービスを受けるのが当たり前になってるので、韓国で受けるサービスと日本で受けるサービスは違って当然だし、そこに価格が乗ってくるのはある程度は仕方ないと思う。かかる時間も倍増だし、こだわりも倍増。多分手術時間も日本で手術する方が長いんじゃないですかね。確かに、なんか韓国の病院でいろいろカウンセリング行ったりするんですけど、すごい丁寧でこだわりが強い先生は手術料金が高いイメージはあります。時間がかかるからそれだけの価値は仕方ないよと言われることはあります。あとはやっぱり韓国って日本もそうだとかありますけど、とんでもない先生結構紛れ込んでるんですよ、うん、韓国だからってことではないんだけれども、いろんな学会あるってさっき言いましたけども、本当に勉強してきて僕たちから見てもこの先生は素晴らしいなって先生確かにいますよ。割合で言うと日本のドクターの割合も高いかもしれない。だけどそのレベルで言うとどっちがどうってことではなくて、こだわりを強くしてる先生ってやっぱり自分の仕事に誇り持ってるし、そうすると当たり前だけどさっきおっしゃったように手術時間もカウンセリングの時間も全部が長くなる、やっぱ高くなります。そうですね。なるほど。ちょっと私気になったことがあって、コロナで韓国に行けなくなったじゃないですか、うん、それでめちゃくちゃ値上げしてる病院もあるなと思ってるんですけど、コロナで値上げしているっていうわけではないんでしょうか。韓国に行けないってなるとみんな国内でやるしかないです。値上げなんかしてないでしょ。え、してると思いますよ。値上げしてるんですか。私が穴の整形を初めてしたのが12年ぐらい前なんですけど、12年前からだいたい5年前まで、多分穴の整形って日本でフルでやっても100万円とか、それでもちょっと高いのかなって。もちろん室先生ベレテクリニック出身なんで、病院お高い病院として知られてたと思うんですけど、最近は200から300が当たり前みたいな感じになってて、でコロナで韓国に行きたいけど行けないから、みんな国内でやるしかないじゃないですか。それでなんか値上げしてるのかなと思うんです。お客さんも増えてるというか、いろんなことが重なってそうかもしれないんですけども、自分は手術時間で決めてるんですよ。なので値上げしてるとは思ってなくて、逆に手術時間でも上手くなってくる、同じ手術をするのが早くなりますよ、ね、それ値下がりするかっていうとそうではないんですけれども、技術代です、ね、でそれがどうフリックスは言えないですけど自分結構一生懸命やると2時間ぐらいで終わる手術を大体4時間ぐらいはかけるんですよね、うん、これはその2時間分は自分がこだわってる時間、うん、そういうのを大事にしてるというか、そうじゃないと安定して常に90点から100点を狙い続けるっていうのは難しいんですよね、うん、100点取れたって思ったことは一回もないですけど、でも可愛い花になったなっていつも手術終わった時に鼻をこうめでるわけですよ。そう終わっていろんな角度から見ながら一回終わったのにもう一回やり直したりとかすることもありますし、一発で決めてあげたいですけど、それはこう自分のこだわり、うん、でもこれを超頑張って2時間の手術を1時間5分ぐらいで終わらせるクリニックがあるんですよね、はい、それはやっぱりいい点数の時もあるけど結構まずいよねってことも結構あって、結果にムラがあるっていうのはやっぱり患者さんにとって良くないので、そうですね、例えば200万の手術を4時間かければ1時間あたり50万ですよね。これを1時間でやれば1時間で200万なんですよ、うん、僕が思ういいクリニックっていうのは一人の患者さんに毎回100点出すことは難しくても、彼女が望む90点、まあこれぐらいなら OK だわ、ありがとうございます先生って言われるぐらいの結果をずーっと出すことが結構大事だと思うんですよね。そこにはやっぱり時間もかかるし、そこはなんかその料金とは別の問題ですけど、医者としては大事にしてほしいなっていう思う。なるほど、めちゃめちゃ面白かったです。一つずつ動画にしたい。ありがとうございます。これも皆さんのめちゃめちゃ参考になる超神回じゃないですか。私の番組でも対談させていただいたんですけれども、室先生がされているビスポークチャンネルでも対談させていただくので、もしよかったら、まだ始めたばっかりです、概要欄に貼ってあるのでもしよかったら見てください。このチャンネルがいいと思った方はビスチャンネル登録と高評価、グッドボタンと室先生のチャンネルの方も見に行ってください。以上です。ではさよなら。さよなら。